なんか なんだ私の好きな人はいるんですけど、星川さらっていう女の子なんですけど、はい、その子とさらちん歌ってみたを出すんですよ、渋谷春が。で、いいよ。いや、いいと思う、いいと思うけど、いいと思うけど、サムネ見た？え、サムネ？ちょっと待って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 、今から出す。じゃあ用意してんのかい。見せてみ見せて見せてみ見せてみ。これ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 。カフェ行ってるだけですよ、カフェ。その、遅れてるかな。やばくないこれ。これはちょっと距離近いっすね。そうだよね。いやいやいや、これ寄ってってるね、これ。いや、これ前髪やってるな。いや、ちょっとお前前髪やってるな。そうだよね、前傾してるよね、これ。ああ、肘ついてくるみたいな。やっぱなんか、これさ、いや、あの、いや、いや、確かに、ててってなる部分もありつつ、TT とかね。でも TT やな。まあこれ完全にテテですね、こればっかりは。心の中で星川さらの彼氏になったらちょっとめっちゃムカつくなと思って。なるほど。誰だよマジで。心の中で勝手に彼氏になったやつ誰だよ。いや本当にムカつく。まあでも男目線から言ったらこの春の横顔はやっぱかっこいいよな。かっこいいやな。男前やな。そっちやな。だからムカつくんだって。春かっこいいのがまたムカつくよ。これこれもうやっぱこの格好やったら、うん、もう俺は許す、やっぱり。まあでも、もうそうなのよ。春頑張れと。渋谷春じゃなかったら殺してたよ、マジで。怖い。過激派もいます。怖い。危なかったな。春よかったな、かっこよかった。他の男だったら許せんかったけど、まあ春くんは、さ春イケメンで。顔もいいし、金も持ってるし、まあ、欲しかったらいいか、合格ライン到達？ギリな、ギリな。あ、よかった。じゃあちょっと怒ってるよ。あ、ちょっと怒ってんだ。怒ってるっていうか、嫉妬だね。春じゃなかったら、このカフェの中で事件起こっとったんだ。そう、起こっとったよ。危なかったな。危なかった。